みその橋通り、みその橋通りは、京都市北区を通る東西の通りの一つである。東は、みその橋を、西は、地区西通りを、それぞれ奇襲点とする。みその橋東詰め井は、みその橋2ではなく上鴨本通りと呼ばれる。掛け替えにより4車線化されるみその橋以外は、前線を通じて、往復に車線である。 京都市営バス西鴨営業所に近く、管轄のバス路線が複数設定されているほか、味噌の橋801商店街各店舗への来店、上鴨神社への参拝並びに、鴨街道、堀川通への通過車両により、味噌の橋付近を中心として、交通量が多い。全域が、近隣商業地域である味噌の橋西詰は、近隣地域における主要な生活道路として、 機能している。鴨川に架か,かる溝の橋に由来している。近代まで、この周辺は見渡す限りの田園風景が広がっていた。1935年に土地区画整理事業が実施され、風景が大きく変化していった。とはいえ、当初の溝の橋通りは砂利道で、住宅が点在する程度に過ぎなかった。その後、通りが補装されるとともに、 住宅が立ち並んで人口が急激に増加し、今日に至っている。味噌の橋通りのシンボル、時計台味噌の橋2に立ち並ぶ商店によって、味噌の橋801商店街が結成されている。この商店街の味噌の橋通りの活性化への寄与は大きい。通りのシンボルとなる時計台や案内プレートを設置したほか、マスコットキャラクター801ちゃんを全面に用いて、 積極的な広報活動を行っている。ありがとうございます。